はい、銀行行ってきました。じゃあちょっと私のエンジョイタイムです。それはダイレックスに行って買い物をしてきます。普段のスーパーとは違ってね、価格がちょっと安いことと、あと普段のスーパーにはないオリジナルブランドとか突拍子もない商品があるんじゃないかなっていう風なのが楽しみなんですよ。でダイレックスはね、ポイントも貯まりやすいんですよ。あのポイントカードを作って何回か買い物させてもらったんですけども、買い物金額でかいのもあるんですけどもね、すでにね5000円ぐらいポイント貯まってるんですよね。ちょっと気持ちが大きくなりますね、そうなるとね。なんだか細々としたところで道路が混んでますね。なんか今日はね珍しいですね。普段外に出ない方が出てるのかな。スススス行くはずなんですけどね。まあいいや。はい、おお、なんかおばちゃんがいるな。まあなんかね、その時間ほんとあっという間に経ちますよね。だからあの私のね白髪もね目立ちますよね、そろそろね、うん、明日あたり行ってきましょうか。あ、明日は私歯医者だ。歯医者か。本当にね、何かやろうと思ったらこんな私でもねやるべき。あ、雨だ。突然雨が降ってきました。夕立のように激しい雨です。音聞こえます？まあ降ってもしょうがないような天気ではあったんですけども、まあにわか雨ですね、これはね。すぐ止むと思います。ね、年齢51歳、家族あり、妻子持ちで、両親に毎月毎月お小遣いもあげてると。昨日もあげました。うん、なんかそのお小遣いあげてるから年金使わずに済むよとか言ってくれてるんですよね。うん、でもなんか他にねできることって思いつかないんですよね。あとは一緒に時間を過ごして話をすることかな、昔話とかを。まあ、苦労話聞いてあげるとね、やっぱこう自分の人生が自分の実の息子に伝えられるってのは喜びらしいですよ。うん、だから自分の人生やっぱり子供には分かってほしいし、うなずいてほしいし、教訓にしてほしいって思うんじゃないですか。まあ、私は今そういう時間が十分持てるんでね、それがなんか豊かな時間というか、まあ、親孝行の真似事みたいな感じですかね。昨日もね、友の浦の八日谷ダムってとこ行ってきたんですよ。その八日谷ダムっていうのはなんだろうね、あの源平合戦の兵士がいるでしょ。あれが戦争で負けて身を潜めて飲まず食わずで8日間、まあ正確にはね1週間以上っていう意味らしいですけども、1週間以上飲まず食わずで追っ手の源氏をかわすためにね潜んでいたところらしいんですよ。で、そこからもう大丈夫かなと思って出て行って農民にね、扮して、それから農業で命をつないで将来剣道将来を願ったということらしいんですよね。でもまあいつの間にか農業がすごく順調になって、でっかいブドウ園をね運営するようになって、戦争に行ったら戦になったらね、そのブドウ農園が守れないから徐々に戦から手を離していったっていう逸話があるんですよね。だから経済が安定して満足に食べれるようになると戦争しようなんて思わなくなるわけですよ。そもそも戦争ってのは戦うために戦うんじゃなくて略奪のために起こすわけですからね。相手の土地を取ってやれとか、相手の土地を取ったら土地に住む領民から年貢徴収できるからさらに儲かるぞみたいなね。でも負けたら一切合切持ってかれて奴隷になるわけですから、日本国内のね戦争とはいえでも、やっぱり戦ってのが経済活動の一部っていうのはね、そういうことなんだろうなと思いますね。豊かだったら戦争なんてしないわけですよ。むしろ豊かだったら戦争して思いもかけないようなね危機に陥ったりとか、突然人がいなくなったりとかっていうの困りますからね。戦死者が出たら戦争から帰ってきて畑を耕すやつがいねえじゃないかっていうような、社会的リソースが計画なく損なわれるのが戦争ですからね。まあそんな話をしたかしてないかですけども、まあ親子でね、そうやって友の浦の方行って、友の浦終わったら
なんかあの土地はこういう由来があったみたいだよみたいなことをね、私が調べてこう映画にして DVD で上げると、なんか本当歴史って面白いよねみたいな感じでね、楽しめるというところじゃないですか。うん、まあ、だからそういった意味で言うとね、あのインターネットに長けているっていうのは、私はね、親孝行のためでもあるのかなと思いますね。うちの両親はインターネットとかほとんどできませんから、私が代わりにどん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 やってあげると助かりますもんね。そういうことなんだろうなと思いますな。ちょっとバッグがうまく決まらないね。はい、じゃあそんなところでね、ちょっとダイレクスつきましたんで行ってきます。ダイレクス、今日はどんな商品があるかな。よろしくお願いします。